外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ。さあここからは名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の在学生卒業生をお迎えして今頑張っていることをお伺いして全力で応援していく5分間です。今日は名古屋外国語大学世界教養学部国際日本学科3年足立由衣さんスタジオにお迎えしております。足立さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども今の学部学科を選んだ理由から伺ってもいいですか。はい、私は日本人だからこそ日本語のことをきちんと学びたいと考えこの学科を選びました。国際日本学科では分かりやすい文章を書いたり人前で話したりするための実践的なトレーニングを行っています。バリエーション豊かな日本語をさまざまな場面や相手の反応に応じて使い分けられるようになりたいなと思いながら日々勉強しています。すごいよ。私一応人に聞くような仕事をしてるんですけど、はい、ここまでしっかりともうその大学生の時点で考えてるっていうの本当素敵ですね。ありがとうございます。しかも名古屋外国語大学って聞くとそれこそ外国語を学ぶっていうイメージ強いかと思うんですけれども日本語に向き合いたかったんですね。そうですね、特に国際日本学科では英語も日本語も両方学ぶことができるというのが魅力の一つだったのでこの学科で学びたいなと強く思ってました。確かに他の文化だったり言語を学ぶとより自分の国のことっていうのも知りたくなったり、はい、丁寧にしたいなって思ったりするようになりますよね。そうなんです。じゃあ今度は今頑張っていることも教えてください。はい、私は毎週日曜日に映画の感想を SNS に投稿することを欠かさないようにしています。すごい日課になってるんだ。そうですね、もう今年の2月から始めてるので、ほぼ習慣みたいな感じになってるんですけど、これもこれから続けていきたいなって思っていることですね。すごいよ、見てあげてない投稿私何個あるんだろうって思うくらい。でも自分でそのなんか情報整理するとかそういうのにも役立ってますか。そうですね、この投稿にはレビューだったり初公開日だったり監督のお名前を書いたりしてるので、その辺の文字でまとめるっていうのが自分の中ですごくいい経験になってるなというふうに思っております。いやーすごい、自分が楽しむだけじゃなくて人に情報を提供しようみたいな、発信しようっていう意識が強いってことですよね。そうですね、私は国際日本学科の中でも文化発信コースというところで学んでいるのでだからかそっか、発信の仕方っていうのも学べるわけですね。はい、そうです。あとマスコミ業界研究グループにも所属されてるんですよね。はい、そこで代表を務めております。代表の方に出してくださってた。どんなことやってるのかっていうのをざっくり聞いてもいいですか。はい、そうですね、マスケンでは、ニュース原稿を作ったりその作った原稿を読んだりだとか自己 PR だったりフリートークだったり自分のことを表現するような言葉で表現するような活動を行っています。どうりでここまで聞きやすいと思ったってみんな多分ラジオの前で今思ってると思います。とんでもないです。綺麗な日本語使うなとかね思ってたと思いますけれども、そっか、じゃあ将来はマスコミ業界っていうのを目指してらっしゃるんですか。そうですね、私は今このさっきも言った通り映画の業界にちょっと興味を持ってるんですけど、マスコミ業界も視野の一つに入ってるって感じです。これからどうなっていくのかもすごく楽しみにしてますね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に受験生の皆さんに向けてアドバイスお願いできますか。はい、勉強の合間や休憩時間にチョコレートやラムネを食べると良い気分転換になるのでとってもおすすめです。体を冷やさないように気をつけて頑張ってください。優しいし可愛い応援でした。足立さんの人柄が出てましたね。はい、ありがとうございます。素敵な応援ありがとうございました。受験生の皆さん頑張れ、フレーフレー。名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ、今日は名古屋外国語大学世界教養学部国際日本学科3年足立由衣さんお迎えいたしました。ここで名古屋外国語大学からのお知らせです。名古屋外国語大学はさまざまな国籍の学生や教員が集い、外国人教員の比率は中部地区1位です。語学はもちろん異文化や多種多様な教養も身につけ、グローバル社会が求める人材を目指すことができます。世界につながるインターナショナルキャンパスで自分の世界と夢を広げてみませんか。詳しくは名古屋外国語大学受験生サイト名古屋外大.comをチェックしてみてくださいね。